ルズキの聖書公開第6回目なり、また最後まとめって形でお話をしていきます。今日は命の回復っていう題をつけました。ルズキ全体をですね、キリストの花嫁っていうこの題で学んできておりますけれども、今日は命の回復最終回です。1章の1節から7節まで最初にお読みいたします。ルズキ1章。獅子が世を治めていた頃、飢饉が国を襲ったので、ある人が妻と二人の息子を連れて、ユダのベツレヘムからモアブの野に移り住んだ。その人は名をエリメレク、妻はナオミ、二人の息子はマフロンとキルヨンといい、ユダのベツレヘム出身のエフラタ族のものであった。彼らはモアブの野に行き、着き、そこに住んだ。夫エリメレクはナオミと二人の息子を残して死んだ。息子たちはその後モアブの女を妻とした。一人はオルパ、もう一人はルツと言った。10年ほどそこに暮らしたが、マフロンとキルヨンの二人も死に、ナオミは夫と二人の息子に先立たれ、一人残された。ナオミはモアブの野を去って国に帰ることにし、嫁たちも従った。主がその民を顧み、食べ物をお与えになったということを彼女はモアブの野で聞いたのである。ナオミは住み慣れた場所を後にし、二人の嫁もついて行った。一番最後のところに行きます。4章の18節のところに行きます。ペレツの系図は次の通りである。ペレツにはヘツロンが生まれた。ヘツロンにはラムが生まれ、ラムにはアミナダブが生まれた。アミナダブにはナフションが生まれ、ナフションにはサルマが生まれた。サルマにはボアズが生まれ、ボアズにはオベドが生まれた。オベドにはエッサイが生まれ、エッサイにはダビデが生まれた。アーメン。お祈りします。天の神様、ルツキを通して今で語ってくださいましたことを感謝いたします。遠い遠い昔の一つの出来事、また一家族の出来事でありますけれども、しかし何千年経った今、私たちの出来事であります。どうぞ私たちもまた、異邦人のモアブの地から、イスラエルに神の国に帰り、そしてそこにいてイエス・キリストのキリストの花嫁となっていくことができますように、私たちの命を回復してくださることを感謝いたします。はじめにイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ルツキのまとめとしてお話をしていくことにいたします。獅子の時代、様々な獅子がおりました。その時代の出来事ですから、ダビデが生まれるもっともっと前になります。ベツレヘムにエレメレクっていう家族がおりました。妻の名前はナオミと言いました。そして息子は二人おりまして、マリオンとキルヨン。そしてこの家族が、このあるところに移動していって、そしてそこでいろんな出来事をとってまた帰ってくるっていうですね、一つのエリメレク家の家族のストーリーになりますけれども、これは人類のストーリーであり、私自身のストーリー、物語として読んでいくべきです。歴史っていう言葉を英語ではヒストリーと言いますよね。それをある人がこう言いました。ヒストリーっていうのはヒズストーリーだって言いました。そしてこのヒズっていうのは大文字で書く。ですからイエス・キリスト。要するに私たちの歴史っていうのは根本的にはイエス・キリストにおけるヒストリーだ。歴史だ。物語だ。っていうんですね。ですから、ここのところはですね、本当にその通りだと思います。ヒズストーリーになります。一章の一節から五節まで、彼らはイスラエルに住んでおりました。言うなれば、ここは神の国と言ってもいいと思います。そこに飢饉がやってきました。三つの飢饉があります。人生には三つの飢饉があります。一つは物理的な飢饉。これは誰でもすぐわかります。お腹が減ってですね、しょうがない、満たせないということ。あるいは、今度は心の飢饉っていうのもあります。物質的には満たされておったとしても、人間として全然こう満たされていかない欲求不満、そういったような飢饉があります。三つ目は、霊的飢饉っていうものがあります。
でもここの霊的基金と心の基金、これは聖書によらないとなかなか区別ができないですね。いずれにしても基金に出会ったならば、何かその部分で満たしていかなければならないということです。ということは自分で満たせない状況っていうのが基金だからです。何を私満たすだろうか。物を満たしていく。そしたら物理的な基金は消えます。心を豊かにしていく。あれから誰かから愛される。これでも結構満足して、この過ごすことができます。しかし人間にはですね、もっと根本的な基金。これこそ人間にとっての一番の大変な基金になります。それはアモス書の8章の11節に、このように書いています。アモスの8章の11節に、私は大地に飢えを送る。私は大地に飢えを送る。パンに飢えることでもなく、水に乾くことでもない。主の言葉を聞くことのできない飢え乾きだ。と言いました。そうです。人間の一番の根本的な基金は、霊の基金である。まあ、いずれにしても、物質的であろうが、心であろうが、霊的であろうが、今、ここで満たされないとして満足することはできないんですね。ですから、それを求めに行かなければなりません。彼らは外国へ行きました。要するに、モアブに行きました。異邦人のところへ行きました。このようにして、飢饉が起こるのには様々な原因があると思います。一つには本人の原因っていうことがありますね。例えば働かなかったから当然お金が入ってこないっていうのも、それは本人の原因です。あるいは今度、もう少し霊的なところに入ってきますと、これは教会の飢饉っていうことも言えるんじゃないでしょうか。教会が作り出す基金。暗黒の中世、またカトリックに支配されたようなですね、教皇に支配されたような時、これはまさに教会が基金状態ですよね。霊的なものはなくて、社会的な、政治的なものになっておりました。そのようにして、いろんな基金があります。ジャン・ジャク・ルソーっていう名前を聞いたことあると思います。彼は、自然に帰れと言いましたよね。そのようなことで有名です。1750年代の人ですけれども。彼は幼くして孤児になるんです。そしてフランスの村の牧師のもとに、もらわれていくっていうか、養子になったかどうかわからないんですが、そこのところに預けられました。ところが、牧師の妹がものすごい意地悪だったんですよね。で、ある時に牧師の妹の櫛が、髪を溶かす櫛がなくなって、それでルソーはものすごく責められていて、もう彼はそこにいることができなくなってしまうんです。そして家を出て行きます。彼はその後も被害妄想、迫害妄想っていうんでしょうかね。迫害妄想に苦しめられていくんです。そして人間の悪意をだんだんと告発していきます。そして彼はですね、こう言いました。人間はもともとはいいものだった。いいものだったにもかかわらずこのようにいじめられて人間は苦しんで生きなきゃいけない。だから彼は性善説。人間は本当にいいものだ。そのいい性善説を取り戻すにはどうするか。それは教育だ。教育によって、そういうふうにして、今度は神様からですね、むしろ人間中心。そちらの人間の努力とか能力とか、そちらにかけていくっていうふうにして、そして実は現代のこの教育っていうのもですね、とてもここに覆っているとも言われております。彼らはベツレヘムで飢饉になったので、モアブへ行かなければなりませんでした。言うならば、神の国から異邦人の世界です。3節、4節行きますと、そこで彼らは十数年ぐらい生活をしたと思うんですけれども、その中に間もなく、そこらについて間もなくですね、この彼らは豊かな生活できたかっていうと、そうではありませんでした。モアブに行って彼らが得たものは何かっていうと、まず夫の死でした。夫が死ぬ。
これは言うならば、主人を失う、あるいは神を失うということにも等しいですね。さらに、子供たちが結婚してくれて、ああ、これでもう少し良くなるかなと思ったらですね、息子たちが次から次へと死んできました。その前に息子たちはモアブの女たちを妻として迎えてきました。これもある面では、この世とさらなる妥協、神を失う、そしてこの世のものに命を求めていくということに通じてきます。価値がわからなくなってしまったんですね。そしてその息子たちが死んでいく。モアブの女と結婚しましたから、この息子たちが死ぬ。嫁たちが死ぬんではなくして、息子たちが死んでいくっていうことにも何か示唆が与えられております。世に求めて得たものは、夫を失い、二人の息子を失うっていう結果でした。一章の六節に、そこで、この彼らはですね、帰ることになりました。ナオミはモアブの野を去って国に帰ることにしました。神様の国から出た人たち、その人たちが帰るには二つ、この必要があると思います。一つは失望ですね。失望。もしモアブに出て今でもっと豊かな生活をしたならば、帰ってくるとは思わないですね。でも彼らはそこで夫を失い、子供たちを失うって形で、どん底、失望のどん底。それはある面において、この自分の罪を知るっていうことにもつながってきますけれど。二つ目は、次は、希望がなければ帰ることはできません。失望と希望、両方必要です。一章の六節に、主がその民を顧み、食べ物を与えてくださっているっていう情報が入ったんですね。ですから、ナオミは、ああ、もうここにいてはダメだ。もっと自分の国の方が良かった。と言います。そうです。私たちは、神様から離れた人間が帰るためには、一つには自分自身の罪っていうものに気がつかない限りダメですね。もう一つは、教会が祝福されているっていうニュースが必要です。何も教会って団体でなくてもいいですよ。あるクリスチャンがこのような中にいてとっても恵まれて生き生きとして生きている。ああ、あれは神がやっぱり生きているんだっていうですね、クリスチャンとか教会の証、これが必要だと思います。ナオミはその二つを得たんです。失望と希望です。主が民に食物を与えてくださっているっていうことを聞きました。一章の七節から、ナオミは住み慣れた場所を後にし、二人の嫁もついていった。いよいよ帰ることになりました。でも二人の嫁たち、異邦人の妻、女たちですけれども、ナオミについていくってことになってしまいました。ところが、この三人が帰っていくのに、私たちはここに三つの道っていうのを見ることができます。一つは、ナオミです。ナオミ。ナオミの歩いていく道、帰る道は、追い詰められた道でした。追い詰められた道。要するに、11章の13節のところに、この、途中から読みます。私の娘たちを、それはいけません。まあ、ついてくれって言ったものだからですね、それはいけませんって言いました。あなたたちよりも私の方がはるかに辛いのです。主の御手が私に下されたのですから、と言って、主の御手が私に下されて、夫が死に、そして、子供たちが死んでしまったんだ。そして、もうここに生きる希望はないから、仕方がないから帰るっていうのが、これがナオミだったんですよね。でも、主が追い詰めるっていうことはしないはずです。神は愛なる方ですから。でも、彼らが自分が決めたことに対して、神様は干渉するっていうことはできなくなります。私たちと愛の関係で結ばれていくものだから、私たちに自由意志を与えて、それを取ってしまうということはロボットにしてしまうことですね。だから、
神様が私たちを立ち返らせるためには、その人を放っておくしかないんです。その人を放っておいて、その人が自分自身の罪っていうものを自分で引き受けなきゃいけない。その毒っていうものを自分で飲まなきゃいけない。そして、ああ、これは大変だ。これが私のお腹を壊してるんだ。これはってですね、そこに気がつかせなければならないんですね。ですから、ナオミは勘違いしております。次に、オルパ。これは常識の道を歩いていこうとしております。嫁いだ。夫が死んでしまった。そして自分の姑にも、また兄弟の嫁ともですね、この悲しみっていうのを分かち合っていく。そうするとですね、何か一体となったような、この人たちと共に生きられるっていうふうに思ってしまう。でも、よく考えてみると、この先は外国なんですよね。イスラエルですから。そこに行くよって何が起こるかわからない。でもやっぱり自分の家に残った方がいいや。っていう、これがオルパ道でした。私たちも神様のところに行こうとします。でもやっぱり大変だな。この世でなんとか私はなるわ。って言って、この世にまた戻っていく道。これ常識の道です。次にはルツです。ルツは信仰の道を歩いていこうとしています。一章の16節に、ルツは言った。あなたを見捨て、あなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことを言わないでください。あなたの行かれるところに私も行き、泊まるところに私も泊まります。と言って、そしてそのなぜそこまで言うかっていうと、次の言葉でした。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神。これがルツがナオミから離れなかった一番の理由ですね。そこで自分の生きてきた世界と違う世界に入っていくんですけれども、でもやっぱりこの家庭は神のところ行った離れた家庭だったけれども、完全に離れきってはいなかったんですよね。だから日常のいろんな会話の中に、ヤーベの神は、エロヒームの神は、私たちの神はっていうことがやっぱり出てきたんだと思うんです。そしてルツの中には何か貧しい、この心の貧しさ、燃えるもの、求めるものですね、ありましたから、あ、これは自分自身のたちの神とは違う。この神が、彼らがいた国の神の方が本当じゃないかな。というふうにして、だんだんと思い始めたんだと思うんです。ですから、誠の神様への思い。ペテロが網を捨てて、イエス様に従ったようにですね、ここでの生活を捨てて、またそこにかけてみよう。という形で出発したんではないかと思います。ですから、これは信仰の道。ナオミは追い詰められた道。仕方がない。オルパは、常識の道。人間的に考えるならば、それよりは今の方がいいってことです。しかし、ルツは信仰の道でした。今の自分自身の道をこの切り開いて、もっと何かあるはずだと思ってたら、これだ。それは神なんじゃないだろうか。ということでした。しかし、ナオミは一章の二十節。ナオミは言った。どうかナオミなど、ベツレヘムの方に帰っていったんですけども、帰って後の話ですけれども、ナオミはですね、言った。どうかナオミなどと呼ばないで、マラ、苦いと呼んでください。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。と言って、ナオミにとっては帰ってきたけれども、喜びなんかはなかったですね。そしてナオミはこんなことを言いました。私をナオミ、心酔いじゃなくてですね、マラ、苦味とか。そういったら言ってください。言いました。そして、こう言いましたね。出て行くときは豊かであって、今は貧しくなった。と。今はうつろにって言いましたね。でも、本当にどうなんだろうか。ナオミがマラに行ってしまった。でしょうか。でも、ナオミは自分の人生を反対に受け止めております。それは、
出て行った時、実は貧しかったんです。本当の貧しさを持ってたんです。そして今帰ってきました。帰ってきた今、実にこれは豊かになったんです。私たちの豊かさと貧しさはどこにあるんだろうか。人間の見方の豊かさ、貧しさと神が見るところの豊かさと貧しさはだいぶ違います。そうです。私たちの豊かさ、貧しさは何をもって決めるだろうか。銀行預金だろうか。あるいは関わる人々だろうか。そうじゃないですよね。それは神様とその人の角度。神様とその人の角度。要するに、神様に対する角度。角度が0度って言うんだったら神様に全く 100% 向いてるってことですね。もし90度って言うんだらば、神もこの世もっていう半分半分。だから、対して神様の豊かさもあるけれども、この世の豊かさと両方の中で生きていくってことです。もし、神様に対して180度だとすならば、神様なんか完全に離れてですね、自分の中心の生活ってことになります。ですから、この神は全能であらゆるものを持っております。ですから神様に向かうときに、私たちの心の内側はどうであろうとも、神は満たすことができるお方だから、これが一番人間の豊かなこと、というふうにして理解することができますね。二章の一節に行きます。ナオミの夫エリメレクの一族には一人の有力な親戚がいて、親戚がありました。名前はボアズと言いました。ボアズはっていう名前は力によってっていうこと。ですから、この家族をあがなうことができる力を持っているお方。そしてこのボアズは今ここで出現してきたんじゃないんですよね。ずっと昔からいるんです。彼らの親戚として、あがない人として。彼らがモアブに行かなきゃならなかった最大の理由は、物理的な飢饉、心の飢饉が起こったからでもありません。そうではなくして、ボアズにより頼まなかったからです。霊的な飢饉。霊的な飢饉が心の飢饉を、そして物理的な飢饉を、というふうにして、作った一番の原因だったんですよね。そして、でも今ここに帰ってきました。貧しくありません。これから本当にこの家族は豊かになっていくんです。神様の豊かさによって豊かになっていきます。二章の二節に、モアブの女ルツがナオミに畑に行ってみます。誰か好意を示してくださる方の後ろで落ち穂を拾わせてもらいます。と言って、ここに、この糧を求めていくっていうですね、落ち穂拾いっていうことがここから始まっていきます。そして、これは求道者の姿だと思いますね。そして彼女が言ったのはですね、これはボアズの畑だったんです。ボアズの畑。たまたまこのボアズの畑、このだったんでしょうか。何節ですか。三節に、そこはたまたまエリメレクの一族ボアズが所有する畑である。たまたまって言いますと、なんかちょっと、偶然にっていうことを思うんですけれども、そうじゃないと思いますね。神様を求めて落ち穂拾いするときには、必ずそれは神様の畑にいるはずです。そして神様は、そこにおいて豊かな豊かなものを与えとして待っておられる。これがボアズの畑でした。しかし、落ち穂拾うっていうのはですね、これは簡単にできないんです。何が一番
そこに活かせないかっていうと、プライドです。自分のプライド。私は今までこのようにして生きてきた。そして、落ち穂拾いに行くってことは、本当に自分が貧しいっていうこと、その日暮らしだっていうことを告白しなきゃいけないですね。見せなきゃいけないですね。それは誰でも嫌なんですね。ですから、落ち穂拾いに行くっていうことはですね、とってもこれ、戦いが大きいと思います。そして多くの者たちは今まで生きてきた自分自身のプライドっていうのがあるから、行けないんですね。落ち穂拾いに行けない。そういったような状況になりますけれども、このルツはですね、咎めもなくそこに自分自身を置いてきました。ですから、ボアズは本当に喜んだと思います。ボアズの畑こそ、教会であるべきです。私たちの家庭であり、また私たちの集いがそうであって、あってほしいと思います。二章の四節に、ボアズがベツレヘムからやってきて、ここで口語訳は、見よ、ボアズがなって、そして英語では、now っていう、まあ今です。見よっていう、この behold っていう言葉を使ってますね。behold。それは、見よ、乙女が身ごもって、とか、見よ、神の子羊、とかですね。これは、聖書では特別な使い方、イエス・キリストに使われる言葉です。見よ、ボアズっていうところに、まあ、共同訳聖書はそれを変えてないんですけれども。そして、このボアズとの再、この出会いが、ルツの中にありました。そうすると、2章の4節から、16節まで、これ見ますとですね、このボアズなる神様、私たちの神様ですね、本当に与えて与えて与えていく神だってことがわかるんです。まず、2章の5節に、このボアズが農夫を監督している召使いの一人に、そこの若い女は誰の娘かと聞いた。そうです。ボアズは見てたんですよね。このルツを見てたんです。ですから私たちが神様の畑に行くときに、いろんな人たちを見るかもしれませんですけれども、父なる神様は私たちから目を離してないんです。もちろん私たちの心の中を見てくださっていますよ。一章の8節に、ボアズはルツに言った。私の娘をよく聞きなさい。よその畑に落ち穂を拾いに行くことはない。ここから離れるな。って言いました。そして、他の娘たちと一緒になさいよ。他に行っちゃダメよ。って言いました。9節に、今度は、さあ、水を飲みなさい。って言ってくれました。14節には、今度はね、パンを食べなさい。って言ってくれました。さらに、15節から16節、2章の15節から16節。2章の15節から、ルツが腰を上げ、再び落ち穂を拾い始めようとすると、ボアズは若者に命じた。麦バタの間でも、あの娘には拾わせるがよい。止めてはならない。それだけでなく、刈り取った束から穂を抜いて落としておくのだ。あの娘がそれを拾うのを。って言いました。もう、とにかくですね、与えたくて、与えたくて、周りの人たちまで用意してって、動かしてっていうでしょうか。ルツに与え、拾わせようとしておりますね。そうです。本当に、このボアズの豊かさ、イエス・キリストの豊かさ、神の豊かさ、私たちに与えたくて、与えたくて、しょうがないっていう、私たちも待っていて、準備を整えてくださっている神様の姿っていうのをここに見ることができました。20節に、ルツが多くのこの落ち穂を拾って帰っていき、そしてこの説明しましたね。このどこの畑で、こういったところで言ったらですね、このナオミはそのことがわかりました。要するに、ルツの報告によって、そして、ナオミの信仰が回復したんです。
聖書の中に先のものが後になり、後のものが先になるっていう言葉があります。マタイの19章の30節ですけれども。多少、この、ナオミの方が神の国で生まれたから先立ってたんですね。でも今完全逆転してきました。ルスの方がこの先になって神様を求めていって、そして豊かな恵みを得てきました。その恵みを見たならば、ナオミの信仰は回復して、今度はナオミが先に立っていきました。まあ、クリスチャン、お互いにこうありたいもんですね。この私たちの付き合いがですね、後退していくんじゃなくて、お互いがこの相手を引き上げていく。引き上げられた人がまた別の人を引き上げていくっていう形。こんな風になれたら本当にいいと思います。さて、霊的成長、日に日に恵みを拾っていく、御言葉をいつも読んでいく。そうすると、1エファ、22リッターのこの落ち穂を拾うことになりました。2章の22節に、ナオミは嫁、ルツに答えた。私の娘よ、素晴らしいことです。あそこで働く女たち一緒に畑に行けるとは、と言って、そして、このナオミはですね、今度は回復、信仰が回復したナオミは進めます。ルツに進めます。それは3章の1節からです。私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました、と言いました。落ち着き先。これ、もちろん、この、結婚のことですよね。要するに、身の落ち着くところ。あなたがいるべきところっていうことになります。恵みを拾う信仰から、恵みを持つ人と一つになる。全然これは違います。信頼する人、恋人、しかし、恋人だけでも物足りないですね。結婚。それは一体となっていくってことです。そのところを私はあなたに進めますってことでした。そして、ナオミはルツにですね、今晩ボアズが畑でこの晩をして夜そこで泊まるから、あなたは彼が寝た頃に行ってですね、彼の衣の裾をまくってそこのところに入って寝ます。寝なさいっていう勧めをしていきました。まさに、イザヤが、この、私は作った上に必ず持ち運ぶと、イザヤの46の4節で言いましたし、また、主の名を呼ぶ者は救われると、ヨエル書でも、また、使徒行伝の中でも言ってましたね。そうです。ルツは、やっぱり主の名を呼んでたんですね。ですからそこに対して神様は答えることができました。自分の名も呼ばないものに何かするっていうことはこれはできません。本当にこの信じる信仰によって義とされていくっていうことがわかります。3章の4節に、あの人の衣の裾で身を覆って横になりなさいと言いました。何かとても人間的には不思だらに見えてくるんですけれども、信仰的にはまさにこれが重要です。すなわち、相手に自分自身の存在を委ねるということです。相手が何しようと、それを受け止めるということですね。これがあの人の衣で身を覆って横になりなさいということでした。さて、朝になって、ボアズはそのことを気がついてびっくりしたと思います。しかし、その時に、ボアズはですね、とても喜んだんですけれども、彼にはなお一つの使命がありました。それは、確かに私は実は、このあなたの責任を負うところの一人として立てられているけれども、実は私以上にその責任を持っている方がいるんです。ということを言い出したんです。11節で、私の娘よ、心配しなくていい。
きっとあなたが言う通りにします。この町のもらった人たちは皆あなたが立派な婦人であることをよく知っている。確かに私も家をたやさぬ責任のある人間ですが、実は私以上にその責任のある人がいると言いました。神様、ボアズはまあイエス様だはずなのに、イエス様がやっぱり全部の責任を負ってくるんじゃないかと思うんですけれども、私よりもっとあなたに対して責任を負う方がいるっていうんですね。誰か。これを私はモアブだったと思います。要するに彼らはボアズを捨ててモアブを選んだんですよね。彼らが選んだのはこの世だったんです。ですからこの世こそ彼らにとって一番近い親戚になってたんです。だから私はその人を抜きにしてあなたを召し抱えることはできない。責任を負うことはできないと言いました。そうです。私たちはこの世を愛して、この世を神として、この世を命としてきました。ですから、そこのところにけじめをつけないではできないんですね。では、ボアズはどうしたかって言いますと、その人とですね、4章に入りますときに、交渉します。あなたが今まで仲良くしてきたところのエリメレク家のナオミが、嫁のと一緒に帰ってきました。ですから、あなたが、この二人の責任を取って、追ってください、と言いました。でも、彼はどう言ったかって言いますと、この、六節、四章の六節です。すると、親戚の人は言った。そこまで責任を負うことは、私にはできかねます。それでは、私の修行を損なうことになります。ました。修行を損なうっていうことはですね、もうちょっと言葉を単純にするならば、自分が命を失ってしまうということです。あの二人を引き取ったら、私自身が死ななきゃいけないよ。そんなことできません。っていうことですね。そうです。責任を取るっていうことは、どこを責任取るの？物質的な上を満たし上げることが責任を取ることなのか。心の上を、渇きをですね、満たし上げることで、それで贖いができるのか。そんなことは、その二つは、この世でもできます。しかし、絶対できないことがあります。それは、霊的基金を満たし上げることです。霊的危機を満たしてあげるためには、まずしなきゃいけないことがあります。その人が今まで犯してきたところの罪。これを贖わなければいけないんですね。そして、そこの後に、命なる復活の命を与えることができます。ですから、人を贖う、本当に霊的な危機を満たしてあげるっていうこと。それはですね、罪の許しと、復活の命。この二つ。これがあってこそ、それが可能になっていきます。詩編の47編の7節から9節に、神に対して人は兄弟をもあがなえない。神に身の代金を払うことはできない。魂をあがなう値は高く、とこしえに払い終えることはない。と言われて、そのものですね。ですから、これはできないんですね。十字架と復活のお方でなければ、これはできないんです。ですから、もう一つの、彼らが今まで親戚として来た人、それは私はできません。と言いました。ここで放棄しました。そこで初めて、私たちはあれもこれもではない。本当にこの方、イエスを主とするっていうことの言葉はですね、とってもやっぱり重い言葉ですよね。それは他のものを主としないっていうことに、イコールになっていなければならないんです。本当の私たちの親戚、これはボアズなる主イエス・キリストです。
立法というこの世の親戚、これはある程度まで私たちを教えることはできます。でも罪と復活命を与えることはできませんから、本当の親戚ではありません。世は私たちの外側を贖うことはできます。しかし、魂を、霊を贖うことはできません。そして、放棄したので、ボアズはルツを妻として迎えていきました。9節になります。ボアズはそこで長老とすべての民に言った。あなた方は今日私がエリメレクとキルヨンとマフロンの遺産をことごとくナオミの手から買い取ったことの証人になったのです。また私はマフロンの妻であったモアブの夫人ルツも引き取って妻とします。と言いました。まあ、キリストの花嫁っていうのはここから取ってるわけですけれども、キリストを内側に、またキリストの内側に入っていって、そこで生きていく。本当の神の家族となっていくことができる。ここはわかります。4章の13節から、花嫁には特権があります。この間の最後の5回目の時に4つの特権をお話をしました。第1番目、名前が変わるってことでした。それは存在が変わると言ってもいいですね。また言うならば命が変わるということもできると思います。結婚すると名前が変わる。存在が命が変わります。2番目、キリストの特権を共に受けることができます。俗に言うならば結婚したら夫の両親からも自分が愛されるものになるということと同じように考えてもいいですね。あと、イエス・キリストは父なる神様から愛されていました。あと、夫から愛されるだけではなくして、夫の父なる神様からも愛されていく。という、そのように考えてもいいと思います。3番目は、夫婦になるっていうことは、生きる共通目的を共通にすることができる。共通の生きる目的も、生きがいを持てるっていうことです。4番目は、ここに新しい命を生み出すことができるということでした。新しい命を。そうですね。ここのところに本当に新しい命、神の子たちを生み出していくことができるのは、神様が一人で、夫が一人でできることでありませんね。妻があってこそ、そこに子供たちを生み出していくことができます。オベドっていうのを、これは使えるものっていう意味だそうです。オベドっていう名前を与え、エッサイ・ダビデ、そしてその子孫としてのイエス・キリストがここに誕生してきました。ルツ記のこの公開メッセージ、今日は長くなってしまいましたけれども、ですね、このわずか4章の中で昔々の出来事でしたけれども、しかし、本当に今の私たちの出来事であるということを、よくこのルツ記は私たちに教えてくださっておりました。心から感謝いたしましょう。私たちはキリストの花嫁です。そしてまた私たちは命を生み出すものでもありますね。そして父と子と聖霊の交わりの中にいつでもいることができるものであるということ。このことを心から感謝したいと思います。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。あなたがルツ記を通して私たちにご自分と自分、私自身の関係を関係を教えてくださいましたことを心から感謝いたします。このようなものでありますけれども、異邦人で、そしてまた異教の神々を神と信じ、あるいは自分と神とし、本当にあなたを知らないものでありますけれども、あなたが私たちを一歩一歩導いてくださったことを感謝いたします。で、ご自分の命の中に導き入れてくださいましたことを感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。